PCP モフトは写真のように様々な形状に変化でき機体のような小さな分子を自由に操ることができる物質です PCP モフト似た素材として浄水器などに使われている活性炭がありますどちらも分子を吸着することのできる素材です活性炭と PCP モフを比較して見てみましょう 赤色の図形は吸着したい目的の分子を表していますまた他の分子を赤色以外の図形で表していますこのように活性炭は目的の分子以外にも複数の分子を吸着してしまいますこれは活性炭には吸着する分子の選択性がないためです一方で p c p モフは特定の分子のみを吸着することができるため選択性があります p c p モフの特徴として吸着のほかに放出があります活性炭に吸着された分子は自然と再放出されてしまうことがあります一方で p c p モフは一度吸着した分子が 自然と再放出されることはありませんさらに分子を取り出したいときは熱を加えるなどすることで回収できますまとめると活性炭と PCP モフの機能には大きく2つの違いがあります活性炭は吸着する分子の選択性がないため目的の分子以外の複数の分子を吸着してしまいます それに対し p c p モフは特定の分子のみを吸着することができるため選択性がありますまた活性炭は吸着した分子を意図的に回収することができませんが p c p モフは加熱などを行うことで分子を意図的に回収することができるのですこの機能の違い実は活性炭と p c p モフの構造の違いに あるのです活性炭の多数の穴は大きさや形が異なります一方で PCP モフの多数の穴は大きさも形も揃った同じものですそのため PCP モフは目的の分子だけを吸着することができるのですではどのようにして PCP モフは作られるのでしょうか PCP モフは たった2つ、金属イオンと有機分子を1つの反応容器に混ぜ合わせることによって簡単に出来上がります。金属イオンと有機分子の組み合わせによって好きなように穴をデザインできます。そのため、選択的にその分子を吸着することのできる PCP モフが出来上がるのです。この PCP モフの原理は、京都大学の 北川進教授によって発見されました現在では京大発スタートアップ株式会社アトミスにより PCP モフは大量かつ安定供給が可能となり粒状やシート状の PCP モフの実用化が推し進められています現在 PCP モフは十万種類以上作られています p c p モフはさまざまな形状で使用でき機体を自在に操ることができる多くの可能性を秘めた新時代の素材なのです。